わしの名はアリストテレス、万学の祖と呼ばれている。今回は光合成細菌の扉を一緒に押し開こう。光合成細菌を農業へ活用しようと挑戦している人物を紹介するぞ。ここは崇城大学生物生命学部応用生命科学科の宮坂仁教授の研究室じゃ。そもそも光合成細菌とはどういうものなんじゃ？光合成細菌とはですね、こちらにありますように、まず特徴としてはこのように、赤紫というんでしょうか、こういう色をしています。で、例えばこれをですね、飲んでも大丈夫なくらい安全な菌です。それから普通の納豆菌とか乳酸菌、大腸菌なんかと同じような細菌なんですけれども、光合成をするというのが特徴です。それからもう一つ大きな特徴がありまして、これ農作物にですね、与えると成長が良くなる、あるいは品質が向上するということが昔から知られています。さつまいもを200本、安納芋と金時を100本ずつ200本植えてですね、実験をしました。で、その結果成長をまず促進、大きくなって 1.3 倍から 1.5 倍ぐらいですね、収量が。それから糖度を測ってみると、明らかに糖度が上がっているということが分かっています。トマトもですね、成長が良くなって、それから糖度が上がる。キュウリも与えると成長が良くなって、この食感が明らかに違うというふうに聞いております。課題はですね、非常にこれ高価だということが課題となっています。実際にこれが1リットルで300円とか500円ぐらいします。そうすると、農家さんのその収入とこの利用することのバランスというんでしょうか、高すぎて使えないというのが現状です。ふむふむ、その課題を解決するために研究を進めたそうじゃな。熊焼酎のカス、これ濃縮したカスがこちらにございます。で、これがですね、年間2万6000トン出るんですね。で、これが1トン8000円ぐらいかかっているんです。処理する分ですね。で、それがその何かいいものに変えることができたら、処理費用を下げることができるんではないかと、ということを考えてですね。で、昨年なんですけれども、これを使って培養すると、光合成細菌がよく増殖してですね、誰でも簡単にできるということも分かりました。農家さんが簡単に培養できるような100リットルの培養用のキットですね、それを作ってすでに販売を開始しています。今年はですね、九州の21校の高校さんにモニターになっていただいてですね、培養してもらって、ほとんど失敗がないということを確認しています。実際に販売までされ実用化されておるんじゃな。素晴らしいの。これからも挑戦が続いていくのじゃな。これは農業の利用ですけれども、光合成細菌というのは海にもいましてですね、海の光合成細菌を水産業、九州は水産業が盛んですから、車エビとかうなぎとか、タイとかハマチとかですね、そういった水産業でも使えるようにしていきたいと。さらにですね、エビに近い節足動物のカイコとか、カイコは熊本県は養蚕が昔から盛んで、これからまた新しいカイコの産業を起こそうとしていますので、カイコを元気にするとか、あるいはミツバチがですね、弱っているというのが問題になっていますので、ミツバチに与えてミツバチを元気にするとか、そういったことをしたいと思います。この近くの菊池農業高校さんにですね、この細菌、これを培養していただいて、農作物に与えてみてくださいということでお願いしていたんですけれども、こちらの菊池農業さんは畜産が非常に盛んでですね、牛も馬も、豚もいろいろ飼っていましてですね、そこの豚舎の匂いがだいぶきついということで、これをちょっと撒いてみたらですね、非常に劇的に匂いが消えたということを聞きまして、これからそのような脱臭効果についても検討したいと思います。それからもう一つはですね、やはり大学ですから、これがどうしてそういう効果があるかっていうのをですね、これは植物ですけども、こういった実験室の実験で、メカニズムというんでしょうか、この細菌がなぜ植物を成長促進するか、そういったメカニズムを解明していきたいというふうに考えています。生物生命学部応用生命科学科の成長がますます楽しみじゃのう。